江戸川乱歩作、二杯人。二人は湯から上がって、一曲囲んだ後をタバコにして、渋い煎茶をすすりながら、いつものように、ぼつりぼつりと世間話を取り交わしていた。穏やかな冬の日光が障子いっぱいに広がって、八畳の座敷をほかほかと温めていた。大きな霧の火鉢には銀瓶が寝抜けを誘うような音を立ててたぎっていた。夢のようにのどかな冬の温泉場の午後であった。無意味な世間話がいつの間にか階級団に入っていった。客の斎藤氏は陳太郎家の実践談を語り始めていた。部屋の主の井原氏は火鉢に軽く手をかざしながら黙ってその血生臭い話に聞き入っていた。かすかにウグイスの遠音が話の合いの音のように聞こえてきたりした。昔を語るにふさわしい周囲の情景だった。斎藤氏の見るも無残に傷ついた顔面はそうした武勇団の話し手として至極に使わしかった。彼は砲弾の破片に撃たれてできたというその右半面の引きつりを指しながら当時のありさまを手に取るように物語るのだった。その他にも体中に数箇所の刀傷がありそれが冬になると痛むのでこうして同時に来るのだと言って肌を脱いでその古傷を見せたりした。これで私も若い自分にはそれ相当の野心を持っていたんですがね、こういう姿になっちゃおしまいですよ。斎藤氏はこう言って長い実践談の結末をつけた。井原氏は話の余韻でも味わうようにしばらく黙っていた。この男は戦争のおかげで一生台無しにしてしまった。お互いに廃人なんだ。この男はまだしも名誉という気休めがある。しかし俺には。井原氏はまたしても心の古傷に触れてひやりとした。そして肉体の古傷に悩んでいる斎藤氏などはまだまだ幸せだと思った。今度は一つ私の懺悔話を聞いていただきましょうか。勇ましい戦争の話の後で少し陰気すぎるかもしれませんが。お茶を入れ替えて一服すると井原氏はいかにも意気込んだようにこんなことを言った。ぜひ伺いたいもんですね。斎藤氏は即座に答えた。そして何事かを待ち構えるようにちらと井原氏の方を見たがすぐさりげなく目を伏せた。井原氏はその瞬間親と思った。井原氏は今ちらと彼の方を見た斎藤氏の表情にどこか見覚えがあるような気がしたのだった。彼は斎藤氏と初対面の時からといっても10日ばかり以前のことだが何かしら二人の間に前世の約束とでも言った風の引っかかりがあるような気がしていた。そして日が降るにつれてだんだんその感じが深くなっていった。でなければ宿も違い身分も違う二人がわずか数日の間にこんなに親しくなるはずがないと井原氏は思った。どうも不思議だ。この男の顔は確かどこかで見たことがある。しかしどう考えてみても少しも思い出せなかった。ひょっとしたらこの男と俺とは
ずっとずっと昔の、例えば物心のつかぬ子供の自分の遊び友達ででもあったのであるまいか。そんなふうに思えばそうとも考えられるのだった。いや、さぞかし面白いお話が伺えることでしょう。そういえば今日はなんだか昔を思い出すような日和ではありませんか。斎藤氏は促すように言った。井原氏は恥ずかしい自分の身の上をこれまで人に話したことはなかった。むしろできるだけ隠しておこうとしていた。自分でも忘れようと努めていた。それが今日はどうしたはずみか、ふと話してみたくなった。さあ、どういうふうにお話したらいいか。私は町でちょっと古い商家の僧侶に生まれたのですが、親に甘やかされたのが原因でしょう。小さい時から病身で、学校などもそのために 1,2 年遅れたほどですが、その他にはこれという不都合もなく、小学から中学、それから東京の大学と人様よりは遅れながらも、まずまず順当に育っていったのでした。東京へ出てからは体の方も割合順調にいきますし、そこへ学科が専門になるにつれて興味を生じてき、ポツポツ親しい友達もできてくるというわけで、不自由な下宿生活もかえって楽しく、まあ何の屈託もない学生生活を送っていたのでした。今から考えますと、本当にあの頃が私の一生中での花でしたよ。ところが東京へ出て1年経つか経たない頃でした。私はふとある恐ろしい事柄に気づくようになったのです。ここまで話すと井原氏はなぜかかすかに身震いした。斎藤氏は水差しの巻きタバコを火鉢に突刺して熱心に聞き始めた。ある朝のことでした。私がこれから登校しようと身支度をしていますと、同じ下宿にいる友達が私の部屋へ入ってきました。そして私が着物を着替えたりするのを待ち合わせながら、夕べは大変な機嫌だったねと冷やかすように言うではありませんか。しかし私には一向その意味がわからないのです。機嫌って夕べ僕が機嫌を吐いたとでも言うのかい。私が機嫌顔に聞き返しますと、友達はやにわに腹を抱えて笑い出し、君は今朝はまだ顔を洗わないんだろうなどとからかうのです。でよく聞き正してみますと、その前の晩の夜更けに友達の寝ている部屋へ私が入っていって、友達を叩き起こしてやにわに議論を始めたのだそうです。何でもプラトーとアリストテレスとの婦人間の比較論か何かをとうとうと弁じ立てたそうですが、自分が言いたいだけ言ってしまうと友達の意見なんかは聞きもしないでさっさと引き上げてしまったというのです。どうも狐にでもつままれたような話なんです。君こそ夢でも見たんだろう。僕は昨夜は早くから床に入って今しがたまでぐっすり寝込んでいたんだもの。そんなことのありそうな道理がないと言いますと、友達はところが夢でない証拠には君が帰ってから僕が寝つかれないで長い間読書をしていたくらいだし、何より確かなのは見たまえこのはがきをその時書いたんだ、夢ではがきを書くやつもないからねとムキになって主張するのです。そんなふうに押し問答しながら、結局あやふやでその日学校へ行ったことですが、
教室へ入って講師の来るのを待ってる間に、友達が感慨深そうな目をして、君はこれまでに寝とぼける習慣がありやしないかと尋ねるのです。私はそれを聞くと、なんだか恐ろしいものにぶつかったように思わずハッとしました。私にはそういう習慣があったのです。私は小さい自分から寝言をよく言ったそうですが、誰かがその寝言にからかいでもすると、私は寝ていてはっきりと問答したそうです。しかも朝になっては少しもそれを記憶していないのです。珍しいというので近所の評判になっていたほどなんです。でもそれは小学校時代の出来事で、大きくなってからは忘れたように治っていたのですが、今友達に尋ねられると、どうやらこの幼少の病壁と昨夜の出来事とに脈絡がありそうな気がするのです。でそのことを話しますと、ではそれが再発したんだぜ、つまり一種の無遊病なんだね。友達は気の毒そうにこんなことを言うのです。さあ私は心配になってきました。私は無遊病がどんなものかはっきりしたことは無論知りませんでしたが、無中有効、離婚病、無中の犯罪などという熟語が気味悪く浮かんでくるのです。第一は若い私には寝とぼけたというようなことが恥ずかしくてならなかったのです。もしこんなことがたびたび起こるようだったらどうしようと、私はもう気が気ではありません。そのことあって2、3日してから、私は勇気を起こして知り合いの医者のところへ出かけて相談してみました。ところが医者の言いますのには、どうも無中有効症らしいが、しかし一度くらいの発作でそんなに心配しなくてもよい、そうして神経を使うのがかえって病気を更新させるもとだ、なるべく気を静めてのんきに規則正しい生活をして体を丈夫にしたまえ、そうすれば自然そんな病気も治ってしまうという至極楽天的な話なんです。で私も諦めて帰ったのですが、不幸にして私という人間は生まれつき非常な神経病でして、一度そんなことがあるともうそれが心配で心配で、勉強なども手につかぬというありさまでした。どうかこれきり再発しなければいいがと、その当座毎日ビクビクしたものでしたが、幸せと一月ばかりというものは何事もなく過ぎてしまいました。やれやれ助かったと思っていますと、どうでしょう、それもつかの間のぬか喜びで、まもなく今度は以前よりもひどい発作が起こり、なんと私は夢中で他人の品物を盗んでしまったのです。朝目を覚ましてみますと、私の枕元に見知らぬ懐中時計が置いてあるではありませんか。妙だなと思っているうちに、同じ下宿にいたある会社員の男が、時計がない時計がないという騒ぎなんでしょう。私はさてはと悟ったのですが、なんとも決まりが悪くて謝りに行くにも行けないという始末です。とうとう以前の友達を頼んで、私が無遊病者だということを証明してもらって、時計を返し、やっとその場は収まったのですが、さあそれからというものは、井原は無遊病者だという噂がバーッと広まってしまって、学校での教室での話題にさえ上るというありさまでした。私はどうかしてこの恥ずかしい病を治したいと、その方面の書物を買い込んで読んでみたり、いろいろな健康法をやってみたり、無論数人も医者を変えて診てもらうというわけで、できるだけ手を尽くしたのですが、どうして治るどころか、
だんだん悪くなっていくばかりです。月に一度、ひどい時には二度くらいずつ、必ず例の発作が起こり、少しずつ夢中有効の範囲が広くなっていくという始末です。そしてその度ごとに他人の品物を持ってくるか、自分の持ち物を持っていた先へ落としてくるのです。それさえなければ他人に知られずに済むこともあったのでしょうが、悪いことには大抵何か証拠品が残るのです。それとも、もしかしたらそうでない場合にも、たびたび発作を起こしていても証拠品がないために知らずにしまったのかもしれません。何にしても我ながら薄気味の悪い話でした。ある時などは真夜中に下宿屋から抜け出して近所のお寺の墓地をうろついていたことなどもありました。調子の悪いことには、ちょうどその時墓地の外の往来を同じ下宿屋にいるある勤め人が宴会の帰りかなんかで通り合わせて、低い生垣越しに私の姿を認め、あそこには幽霊が出るなどと言いふらしたものですから、実はそれが私だったとわかると、さあ大変な評判なんです。そんな風で私はいい物笑いなんです。なるほど、他人から見れば蘇我の矢以上の喜劇でありましょうが、当時の私の身にとってはそれがどんなに辛く、どんなに気味の悪いことだったか、その気持ちはとても当人でなければ分かりっこありませんよ。初めの間は今夜も失策をしやしないか、今夜も寝とぼけやしないかと、それが非常に恐ろしかったのですが、だんだん単に眠るというそのことが恐ろしくなってきました。いや、眠る眠らないにかかわらず、夜になると寝床に入らなければならぬということが脅迫観念になってきました。そうなると、馬鹿げた話ですが、自分のでなくても夜具というものを見るのが、言うに言われぬ嫌な心持ちなんです。普通の人たちには一日中で最も安らかな休息時間が、私に最も苦しい時なのです。なんという不幸な身の上だったのでしょう。それに私には、この発作が起こり始めた時から一つ恐ろしい心配があったのです。というのは、いつまでもこのような喜劇が続いて人の物笑いになっているだけで済めばいいが、もしこれがいつの日か取り返しのつかぬ悲劇を生むことになりはしないかという点でした。私は先にも申し上げましたように、無遊病に関する書物はできるだけ手を尽くして収集し、それを幾度も幾度も読み返していたくらいですから、無遊病者の犯罪の実例などもたくさん知っていました。そしてその中には、数々の身震いするような血生臭い事件が含まれていたのです。気の弱い私がどんなにそれを心配したか、布団を見てさえ気持ちが悪くなるというのも決して無理ではなかったのです。やがて私もこうしてはいられないと気がつきました。いっそ学業を投げ打って国元に帰ろうと決心したのです。で、ある日、それは最初の発作が起こってからもう半年余りも経った頃でしたが、長い手紙を書いて親たちのところへ相談してやりました。そしてその返事を待っている間に、どうでしょう、私の恐れに恐れていた出来事がとうとう実現してしまったのです。私の一生をめちゃめちゃにしてしまうような、取り返しのつかぬ悲劇が持ち上がったのです。斎藤氏は身動きもしないで緊張していた。しかし彼の目は
物語の興味に引きつけられているという以上に何事かを語っているように見えた。正月の書き入れ時も特に過ぎた温泉場は湯治客も少なく、ひっそりとして物音一つしなかった。小鳥の鳴き声ももう聞こえては来なかった。実世間というものから遠く切り離された世界に、二人の俳人は異常な緊張を持って相対していた。それはちょうど今から20年前の秋のことです。ずいぶん古いお話ですがね、ある朝目を覚ましますと、なんとなく家の中がざわついていることに気づきました。傷持つ足の私はまた何か失策をやったのではないかと、すぐ嫌な気持ちに襲われるのでしたが、しばらく寝ながら様子を考えているうちに、どうもただごとでないという気がしだしました。何とも言えぬ恐ろしい予感がゾーッと背中を這い上がってくるのです。私はおずおずしながら部屋の中をずっと見回しました。するとなんとなく様子が変なのです。部屋の中に昨夜私が寝た時とはどことなく変わったところがあるような気がするのです。で、起き上がってよく調べてみますと、案の定変なものが目に入りました。部屋の入り口のところに見覚えのない小さな風呂敷包みが置いてあるではありませんか。それを見た私は、なんということでしょう、やにわにそれをつかんで押し入れの中へ投げ込んでしまったのです。そして押し入れの戸を閉めると、盗人のようにあたりを見回してほっとため息をつくのでした。ちょうどその時、音もなく障子を開けて一人の友達が首を出しました。そして小さな声で、君大変だよといかにも事がりげにささやくのです。私は今の挙動を悟られやしなかったこと、気が気でなく返事もしないでいますと、老人が殺されているんだ、昨夜泥棒が入ったんだよ、まあちょっと来てみたまえ、そう言って友達は言ってしまいました。私はそれを聞くと喉が塞がったようになって、しばらくは身動きもできませんでしたが、やっと気を取り直して様子を見に部屋を出て行きました。そして私は何を見、何を聞いたのでしょう。その時の何とも言えぬ変な心持ちというものは、20年後のただ今でも昨日のことのようにまざまざと思い出されます。ことにあの老人のものすごい死に顔は、寝ても覚めてもこの目の前にちらついて離れる時がありません。伊原氏は恐れに耐えぬようにあたりを見回した。で、その出来事をかいつまんで申し上げますと、その夜ちょうど息子夫婦が泊まりがけで親戚へ行っていたので、下宿の老主人はただ一人玄関脇の部屋に寝ていたのですが、いつも朝起きの主人がその日に限っていつまでも寝ているので、女中の一人が不審に思ってその部屋を覗いてみますと、老人は寝床の中に行がしたまま巻いて寝ていたフランネルの襟巻きで絞殺されて冷たくなっていたのです。取り調べの結果、犯人は老人を殺しておいて老人の巾着から鍵を取り出し、タンスの引き出しを開け、その中の手提げ金庫から多額の債券や株券を盗み出したことが分かりました。
何分その下宿屋は夜更けに帰ってくる客のためにいつだって入り口の戸に鍵をかけたことがないのですから、俗の忍び入りにはおあつらい向きなんですが、その代わりによくしたもので、殺された老主人がバカに目ざとい男なので、滅多のこともなかろうと皆安心していたわけなんです。現場には別段これという手がかりも発見されなかったらしいのですが、ただ一つ老主人の枕元に一枚の汚れたハンカチが落ちていて、それをその筋の役人が持っていったという噂なんです。しばらくすると私は自分の部屋の押し入れの前に立って、それを開けようか開けまいかと手を出したり引っ込めたりうろたえていました。押し入れの中には、そう、例の風呂敷包みがあるのです。それを調べてみて、もし殺された老人の財産が入っていたら、その時の私の心持ちをお察しください。本当に命がけの土壇場です。私は長い間そうして寿命の縮む思いをしながらも、どうしても押し入れが開けられないで立ち尽くしていましたが、ついに意を決して風呂敷包みを調べてみたのです。その途端私はぐらぐらとめまいがして、しばらくは気を失ったようになってしまいました。あったのです、その風呂敷包みの中に債券と株券がちゃんと入っていたのです。現場に落ちていたハンカチも私のものだったことが後になって分かりました。結局私はその日のうちに自首して出ました。そしていろいろな役人に幾度となく取り調べを受けた上、思い出してもゾッとする未決館へ入れられたのです。私はなんだか白昼悪夢にうなされている気持ちでした。無誘病者の犯罪というものがあまり類例がないことなので、専門医の鑑定だとか下宿人たちの証言だとか、いろいろ手数のかかる取り調べがありましたが、私が相当の家の息子で金のために殺人を犯す道理がないことも分かっていましたし、私が無誘病者だということは友人などの証言で明白なことですし、それに国の父親が上京して3人も弁護士を頼んで骨折ってくれたり、最初無誘病を発見した友達、それは木村という男でしたが、その男が学友を代表して熱心に運動してくれたり、その他いろいろ私にとって有利な事情が揃っていたためでもありましょう。長い未決館生活の後、ついに無罪の判決が下されました。さて無罪になったものの、人殺しという事実はちゃんと残っているのです。なんというへんてこな立場でしょう。私はもう無罪の判決を嬉しいと感じる気力もないほど疲れ切っていました。私は放免されるとすぐさま父親同行で郷里に帰りました。家の敷居をまたぐと、それまででも半病人だった私は本当の病人になってしまって、半年ばかり寝たきりで暮らすという始末でした。こんなことで私はとうとう一生棒に振ってしまったのです。父親の後は弟にやらせて、それから後20年の長い月日をこうして若隠居といった境遇で暮らしているのですが、
この頃では反問もしなくなりましたよ。井原氏は力ない笑い声で長い身の上話を結んだ。そしてくだらないお話でさぞご退屈でしたろう、さあ熱いのを一つ入れましょうと言いながら茶道具を引き寄せるのだった。そうですか、ちょっと拝見したところは結構なご身分のようでも、伺ってみればあなたもやっぱり不幸な方なんですね。斎藤氏は意味ありげなため息を吐きながら、ですがその無遊病の方はすっかりお治りなすったのですか。妙なことには人殺し騒ぎの後忘れたように一度も起こらないのです。おそらくその時あまりひどい刺激を受けたためだろうと医者は言っています。そのあなたのお友達だった方、木村さんとかおっしゃいましたね。その方が最初あなたの発作を見たのですね。それから時計の事件と、それから墓地の幽霊の事件と、その他の場合はどんな風だったのでしょうか。ご記憶だったらお話しくださいませんか。斎藤氏は突然少しどもりながらこんなことを言い出した。彼の一つしかない目が異様に光っていた。そうですね、みな似たり寄ったりの出来事で、殺人事件を抜けてはまあ墓地をさまよった時のが一番変わっていたでしょう。あとは大抵同宿舎の部屋へ侵入したというようなことでした。でいつも品物を持ってくるとか落としてくるとかいうことから発見されたわけですね。そうです。でもそうでない場合もたびたびあったかもしれません。ひょっとしたら墓場どころでなくもっともっと遠いところへさまよい出していたこともあったかもしれません。最初木村というお友達と議論をなすった時と、墓場で勤め人の人に見られた時と、その他に誰かに見られたというようなことはないのですか。いやまだたくさんあったようです。夜半に下宿屋の廊下を歩き回っている足音を聞いた人もあれば、他人の部屋へ侵入するところを見たという人などもあったようです。しかしあなたはどうしてそんなことをお尋ねになるのです。なんだか私が調べられているようでありませんか。井原氏は無邪気に笑ってみせたが、その実少し薄気味悪く思わないではいられなかった。いやごめんください、決してそういうわけではないのですが、あなたのようなお人柄な方がたとえ夢中だったとはいえそんな恐ろしいことをなさろうとは私にはどうも考えられないものですから、それに一つ私にはどうも不審な点があるのです。どうか怒らないで聞いてください。こうして不愚者になって世間をよそに暮らしていますと、つい何事にも疑り深くなるのですね。ですがあなたにはこういう点をお考えなすったことがありますかしら。無遊病者というものはその兆候が本人にも絶対にわからない。夜中に歩き回ったりおしゃべりをしたりしても朝になればすっかり忘れている。つまり他人に教えられて初めて俺は無遊病者なのかなと思うくらいのことでしょう。医者に言わせるといろいろ肉体上の兆候もあるようですが、それとても実に漠としたもので、
発作が伴って初めて消せられる程度のものだというではありませんか。私は自分が疑り深いせいですか、あなたはよく無造作に自分の病気を信じなすったと思いますよ。伊原氏は何か得体の知れぬ不安を感じ始めていた。それは斎藤氏の話から来たというよりは、むしろ相手の見るも恐ろしい要望から、その要望の裏に潜む何者かから来た不安であった。しかし彼は強いてそれを押さえつけながら答えた。なるほど。私とても最初の発作の時にはそんなふうに疑ってもみました。そしてこれが間違いであってくれればいいと祈ったほどでした。でもあんなにも長い間絶え間なく発作が起こっては、そんな気休めも言っていられなくなるではありませんか。ところがあなたは一つの大切な事柄に気づかないでいらっしゃるように思われるのです。というのは、あなたの発作を目撃した人が少ない、いや先日見ればたった一人だったという点です。伊原氏は相手がとんでもないことを空想しているらしいのに気づいた。それは実に普通人の考えも及ばぬような恐ろしいことだった。一人ですって？いや、決してそんなことはありません。先ほどもお話ししたように、私が他人の部屋へ入る後ろ姿を見たり、廊下の足音を聞いたりした人はいくらでもあるのです。それから墓場の場合などは、名前は忘れましたが、ある会社員が確かに目撃して私にそれを話したくらいです。そうでなくても発作の起こるたびに、きっと他人の品物が私の部屋にあるか、私の持ち物がとんでもない遠方に落ちているかしたのですから、疑う余地がないじゃありませんか。品物が一人で位置を変わるはずもありませんからね。いや、そういうふうに発作の度ごとに証拠品が残っていたという点がかえって怪しいのです。考えてごらんなさい。それらの品物は必ずしもあなた自身の手を煩わさなくても、誰か他の人がそっと位置を変えておくこともできるのですからね。それから目撃者がたくさんあったようにおっしゃいますが、墓場の場合にしても、その他の後ろ姿を見たとかなんとかいうのは皆曖昧なところがあります。あなたでない他の人を見ても、無誘描写という潜入手のために、少し夜更けに怪しい人物でも見ればすぐあなたにしてしまったのかもしれません。そういう際に間違った噂を立てたからとて少しも非難される憂いはありませんし、その上一つでも新しい事実を報告するのを手柄のように思うのが人情ですからね。さあ、こういうふうに考えてみますと、あなたの発作を目撃したという数人の人々も、たくさんの証拠の品物も、皆ある一人の男の手品から生まれたのだと言えないこともないではありませんか。そりゃいかにも上手な手品には違いありません。でもいくら上手でも手品は手品ですからね。伊原氏はあっけに取られたようにぼんやりして相手の顔を眺めていた。彼はあまりのことに考えをまとめる力をなくした人のように見えた。で、私の考えを申しますと、これはその木村というお友達の深い考えから編み出された手品かもしれないと思うのです。何かの理由からその下宿屋の老主人を亡き者にしたい、そっと殺してしまいたい。しかし、たとえいかほど巧妙な方法で殺しても、殺人が行われた以上、どうしても下手人が出なければ収まりっこはありませんから、誰か別の人を自分の身代わりに下手人にする、しかもその人にはできる限り迷惑のかからぬような方法で、もしですよ、その木村という人がこんな立場にあったと仮定しますならば、あなたという信じやすい気の弱い人を
無誘病者に仕立てて一狂言書くということは実に申し分のない考えではないでしょうか。こういう仮定をまず立ててみて、それが理論上成り立つかどうかを調べてみましょう。さて、その木村という人はある機会を見て、あなたにありもしない作り話をして聞かせます。と、都合のいいことにはあなたが少年時代にとぼける癖があったことが一つの助けとなって、その試みが案外効果を収めたとします。そこで木村氏は、他の下宿人の部屋から時計その他のものを盗み出して、あなたの寝ている部屋の中へ入れておくとか、気づかれぬようにあなたの持ち物を盗み出して他の場所へ落としておくとか、自分自身があなたのように装って墓場や下宿の廊下などを歩き回るとか、種々さまざまな機知を弄してますますあなたの迷信を深めようとします。また一方、あなたの周囲の人たちにそれを信じさせるためにいろいろの宣伝をやります。こうしてあなたが無誘病者だということが本人にも周囲にも完全に信じられるようになった上で、最も都合のいい時を見計らって木村氏自身が敵と狙う老人を殺害するのです。そしてその財産をそっとあなたの部屋に入れておき、前もって盗んでおいたあなたの所持品を現場へ残しておく。こういうふうに想像することがあなたは論理的だとは思いませんか。一点の不合理も見出せないではありませんか。そしてその結果はあなたの自首ということになります。なるほど、それはあなたにとって随分苦しいことには違いありませんが、刑罰という点では無罪とはいかずとも比較的軽く済むのは分かりきったことです。よし、多少の刑罰を受けたところで、あなたにしてみれば病気のさせた罪ですから、真実の犯罪ほど心苦しくはないはずです。少なくも木村氏はそう信じていたことでしょう。別にあなたに対して敵意があったわけではなかったのですからね。ですが、もし彼があなたの今のような告白を聞いたなら、さぞかし後悔したことでしょう。いや、とんだ失礼なことを申し上げまして、どうか気を悪くしないでください。これというのもあなたの懺悔話を伺ってあまりお気の毒に思ったものですから、つい我を忘れて変な理屈を考え出してしまったのです。ですがあなたのお心を20年来悩ましてきた事柄も、こういうふうに考えればすっかり気安くなるではありませんか。いかにも私の申し上げたことは当てずい料かもしれません。でもたとえ当てずい料にしろ、そう考える方が理屈にもかない。あなたのお心も休まるとすれば結構ではありますまいか。木村という人がなぜ老人を殺さねばならなかったか。それは私が木村氏自身でない以上どうも分かりようがありませんが、そこにはきっと言うに言われぬ深い訳があったことでしょう。例えば、そうですね、敵討ちといったような。真っ青になった井原氏の顔色に気づくと、斎藤氏はふと話をやめて何事かを恐れるようにうなだれた。二人はそうしたまま長い間滞在していた。冬の日はくるるに早く、障子の日陰も薄れて、部屋の中には嘘寒い空気が漂い出していた。やがて斎藤氏は恐る恐る挨拶をすると逃げるように帰っていった。井原氏はそれを見送ろうともしなかった。彼は元の場所に座ったまま、込み上げてくる憤怒をじっと押さえつけていた。
思いがけぬ発見に資料を失うまいとして全力を尽くしていた。しかし時が経つにつれて彼の凄まじい顔色がだんだん元に復していった。そしてついに苦い笑いが彼の口元に漂うのだった。顔形こそまるで変わっているが、あいつは、たとえあの男が木村自身だったとしても、俺は何を証拠に復讐しようというのだ。俺という愚か者は手も足も出ないって、あの男の手前勝手な憐憫をありがたく頂戴するばかりじゃないか。伊原氏はつくづく自分の愚かさが分かったような気がした。と同時に世にも素晴らしい木村の基地を憎むというよりはむしろ賛美しないではいられなかった。